今日はゲームを進めていきたいなと思います。前回の動画にたくさんのコメントをいただいてありがとうございました。ダウンロードして一緒にやってくださった方や、あともうクリアしてしまった方などツイッターなどでもいただきましたが、一緒にゲームをしている感じになれてすごく幸せな気持ちにさせていただきました。ありがとうございます。昔からゲームが好きでずっとやっていたので、いつか動画でゲームをしたいなと思っていたので嬉しいです。うちには今プレイステーション4とスイッチがあるので、そういうのもいずれかはやってみたいなと思いますが、とりあえずやりやすいというか始めやすいスマホゲームからと思って、スマホゲームから始めました。一緒にゲームをやってくださっている方がいるというのを知って、本当にゲームが一緒にできたら楽しいのになーって思うので、今は結構みんなオンラインでつながってゲームをしたりしていますが、なんか本当いつかというか、ちゃんとこう調べてできるようになったら、今日はここで私このゲームのルームというんですかね、作っているので、暇な人は入ってきてくださいみたいな感じでやったりとか、あとは、マリオメーカーとかで私が作ったコースに挑戦してくださいとか、逆に作ってくださった方のコースに挑戦するとか、なんかそういう遊び方もできたら嬉しいなと思います。ということで、まず今日はですね、前回の続きのゲームを先に進めたいと思います。脱出したいと思います。夏からコメント欄にヒントとかをいただいてありがとうございました。やっと私にも理解ができましたので、この先に進みたいと思います。それではステージセレクト1。そう、前回も全然進んでなかったのでもうすぐご飯よって、スタートからですね。これはもうちょっと手伝ってくれる？はい、テーブルの用意をしてお母さんを手伝おう。これはもう前回やってるのでもう完璧です。まずは麦茶を入れるぞ。蓋を開けて注ぎます。あれ、麦茶、はい、 OK です。で、ここで悩んだんですが、扇風機を止めると羽になんとヒントが、これを教えていただきました。ありがとうございます。一番長いの1,2,3,4 の順番ですね。よし、お箸、長いのをここ2,3,4。ご飯できたよやっといった、やった。ということで、炭水化物満載のメニューになっていますね。おにぎりと、そうめん。でも、これいい感じですよね。こういうご飯は美味しいです。じゃあ、ご飯を、おぉ！ウキ茶をタップしたら飲む。おにぎりを食べて、そう、すごい！ごちそうさまでした。やった、進んだ。嬉しい。やった。ご飯も食べたし、今日こそは、幻のお化けトンネルを探そう。やった、ステージクリアー。はい。
やりました。それでは次、ネクスト、次。よし、出発だ。矢印の方向に行って、あ、戻りますね。外に出て、そういえば宿題やったの？遊びに行くんなら先に宿題済ませちゃいなさい。はーい。絵日記だ。早くやっちゃおう。やっちゃいましょう、絵日記。残すとね、これ結構後々大変なので。アクア商店7月28日、駄菓子屋のアイスが当たりだったら夏休みは虫かごがもらえるらしい。欲しいけど、アイスの当たりを引けるかは運次第だと思う。その通りですね。運次第ですね。これもきっとヒントなはずです。じゃあちょっとお出かけ行こう。あれ？まだ宿題終わったの？って言われる。いろいろと触ってみます。朝顔。お布団？ん？シーツに何か。あ、僕の鍵だ。鍵もゲットしました。やった。あ、絶対今日順調ですね、これは。そしたら、絵日記はもう書けません。鍵も使うところがないから、あ、これですね。なるほど。開け、ガチャガチャ開いたぞ。お、色鉛筆が出てきました。これで日記を書くんだ。なるほど。8月00日、朝顔がでっかくなって花がいっぱい咲いたのが良かった。いろんな色が咲いたのが綺麗だった。蝶々も遊びに来ていたよ。はい、これはきっとここ色を塗るんですね。ちょっともう一回外に行って見てきますね。と、赤、青、黄色。え、今日すごい順調だ。赤、青、黄色です。よし、じゃあ戻って、絵日記。ちょっとまだ、青じゃない。赤、青、黄色。できました。これできっと外に出れるはず。ちょっとお母さんに行ってきます。もう宿題終わったの？終わったよ。あ、00？と、何日だったっけ？ちょっともう一回戻りますね。25日です。はい、25日。絵日記に。25。もう宿題終わったの？ん？終わったよ。25。あれ？合ってますよね。あれ？もしかして蝶々の色とか葉っぱの色が違うのかな？そんなことない。
赤じゃなくて紫だったんですね。よかったです。できました。よし、今度こそ出発だ。やったー。本当はもう一ステージぐらいクリアして終わりにしたかったんですが、もう時間なので、今日もここまででおしまいにしようと思います。今日はステージ2がクリアです。次はステージ3をやろうと思います。ってことで皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。